ウィルキンスバーグはアメリカが州国ペンシルベニア州西部のアレゲニー郡の自治状態にあるボロである。ピッツバーグ中心街の東にあり、同大都市圏に属している。2010年の国勢調査での人口は15,930人だった。1940年には人口29,853人にまで上っていたが、70年間で13,000人以上が減ってきた。 ボロの名称は、ジョン・ウィルキンス・ジュニアにちなんで名付けられた。ウィルキンスは1796年から1802年までアメリカ陸軍主計総監を務めていた。ウィルキンスバーグは非常に宗教心の厚いヨーロッパからの移民によって設立され発展させられた。領域には大半がプロテスタントの教会が集中しており、国内のカトリックが多い地域では異常なことである。 ボロの中ではバーの運営が禁じられている。1871年にピッツバーグ市から分離して作られた。ボロの指導者ジェームズ・ケリーによればこれは町の宗教的な一体性を保つためだった。その時代には聖なる都市と多くのものから呼ばれていた。1916年ウェスティングハウス電気製造会社の技術者フランク・コンラッドが 自宅のガレージに実験局 8XK を開設し、5km ほど離れた会社の工場で受信実験を開始した。アメリカの第一次世界大戦への参戦で実験は一時中断したが、1920年春より周波数 1200kHz の無線電話による放送実験を再開すると、たちまちアマチュア無線化たちの間で評判になった。 ウェスティングハウス電気製造会社のデイビス副社長がそのことに気づき会社として放送を事業化することを発案した。そして1920年11月2日、世界初の商業ラジオ局ケイドカが放送を始めた。1923年、ウィルキンスバーグを本拠とするロシアからの移民、ウラジミールツ・ボルキンがアイコノスコープを設計して特許を取得した。これが 初期テレビカメラの目である、ホトセルだった。今日 ABC 系列のテレビ局アティがボロナイ、アードモア大通りにある。近年のボーロは経済的に不況だった。2000年3月1日、統合失調症を患っていたロナルド・テイラーが地元のバーガー・キングとマクドナルドの店で起きた連続殺人事件で3人を殺し、2人を負傷させた。リコ法によって、 連邦政府から告訴された、ラリマー・アベニュー、ウィルキンス・バーグ・ヤングがここを本拠にしていた。1995年に告訴が始まり、連邦政府は、刑事法との関連や行動で、多くの人々を捜査し、逮捕した。ウィルキンスの中心事業地区、アメリカ合衆国国政調査局によれば、領域全面積は2.3平方マイルであり、 すべて陸地である以カは2000年の国勢調査による人口統計データである。1975年9月14日まで、ウィルキンスバーグは都市間旅客鉄道を利用できた。この日、アムトラックが1975年の前半6ヶ月間で、総計128人の乗客が乗降し、路線全体で最低だと言って、ウィルキンスバーグへの運行を打ち切った。 最後に停車した列車はナショナルリミテッドであり、毎日ニューヨーク市とミズーリ州カンザス市との間を運行していた。ペンシルベニア州交通省が運営するパークウェイリミテッドは1981年の9ヶ月間、ピッツバーグまで通勤サービスを行ったが、これも利用客が少なく打ち切られた。ありがとうございます。